ペテン盆地はメソアメリカを地理的に区分した地域の一つであり、現在のグアテマラの北部、ペテン県の領域にほぼ重なる。この土地では先コロンブス期の先古典期末から古典期にかけてティカルなどのマヤ文明の多くの主要なセンターが花開き、ペテン特有な形式のマヤ建築と石碑が交流した。ラスフリカヤとホルムルの遺跡もこの地域にある。 なくべ、ミラドール盆地の先古天気の宮殿の廃墟期限前千年期前半までに、この地域のペテン盆地とミラドール盆地にはすでに多数の、マヤ文明の記念碑や都市が、大いに発展していた。先古天気の主なマヤ遺跡には、なくべ、エルミラドール、ナーチトゥン、サンバルトロ及びミラドール盆地のシバルがあった。ペテン県の、主な集落と遺跡を示した地図。後に、ペテンは、 西暦200年から900年にかけてのマイアの古典期の中心地となった。最盛期の750年あたりにはペテンには何百万もの人々が住んでいたと推定されており、当時の世界で最も人口密度の高いところの一つで、場所によっては2000人、軽平方メートルにも及んだ。農耕は非常に広範に行われていたが、それは持続不可能なものであった。 過剰な工作の末に土地が痩せ果ててしまった結果、古典期マヤ国家の崩壊の重要な要因の一つで、ある飢餓が起きたことを示す証拠が見つかっている。9世紀半ばから10世紀半ばにかけて、推定人口は2、3位まで落ち込んだ。ジャングルの空へ突き出すティカル遺跡ペテンにおける、古典期マヤの遺跡は、ワシャクトゥン、ティカル、ラスフリカヤ、マチャキラー、ナランホ、 ナクム・ピエドラスネグラス、ウスマシンタ川沿いのアルタルデサクリフィシオス、サン・ペドロマルティル川沿いの和歌、セイバル、ペテシュバトゥン地域のアグアテカ、パシオン川沿いのカンクエン・トポシテおよびアシャーがある。世界初のユネスコ世界遺産は、ティカルであり、そして後に、ティカル国立公園は、最初の考古学と自然による、複合遺産となった。古の人口崩壊の後も、特に、 ヨーロッパの探検家と共にやってきた天然島を原因として激しい人口減は続いた。天然島の到来は1519から1520年頃で最初のヨーロッパ人がこの地を訪れる数年前にあたる。1524年から1525年にかけてエルナンコルテスが最初の探検隊を率いてペテンを通った際には鬱蒼とした森に隔てられた。 小さな村々がほとんどであったと報告されており、タヤサルだけが唯一彼らの見た人の住む都市のうちで相当な大きさがあったという。コルテスの探検以降、スペイン人はペテン征服に力を入れた。ユカタン、ベリーズ及びアルタベラパスの小判から何世代もかけて遠征を繰り返し、1697年頃には、サクペテン、タヤサルのイザマヤのセンター、そして、 ケシル及びアラインなどのペテンイザコ地域のその他の都市といった最後まで独立していたマヤ人勢力の征服を完了した。フローレスというスペイン人の町がタヤサルの遺跡の上に建設されたが、それは植民地時代もそれ以降の中央アメリカの独立後も僻地のままで残されていた。グアテマラの大統領ラファエル・カレーラがフローレスに 少数の軍勢を送ってこの地域の領有を主張したのは1840年代のことである。これに対し、メキシコとユカタン州の政府はこの地域で領土紛争をするに値しないとして引き下がった。ありがとうございます。